福井康樹さん。日本共産党の福井康樹です。通告に基づきまして質問をいたします。宮津市の業者数は毎年減少し、今後の経済を支える基盤が大変弱くなっています。宮津市の事業所数は昭和53年に2635件あったものが、平成26年には1394件へと大幅に減少しております。そうした中ではありますが、宮津市の観光客はこれまで観光客270万人の推移をしてきましたけれども、高速道路の開通や外国人の観光客の増加で、近年は300万人に近づく増加傾向にあります。日本三景の一つ、天の橋立を持つ宮津は景観に恵まれ、とりわけ文殊府中地域は観光客が集中する地域として、その地域に開設しています旅館、ホテル、お土産品販売をする商店などは特にその恩恵を受けています。問題はその観光客を宮津市内にどう回遊してもらうか、この点に成功していないのが現状だと考えます。もちろん宮津市としてはこの課題についてさまざまな努力をしていることは私も承知しております。宮津市内の商業の活性化については、道の駅を拠点として町中への波及を広げる考えが明らかにされています。そこで改めて宮津市内の経済活性化について質問いたします。宮津市の3つの地域で商業の衰退が特徴的に現れております。一つは本町の衰退です。ずいぶん前からシャッターが閉まっている店が増えており、本町はシャッター通りとこのように言われています。二つ目には新浜の飲食店街です。この地域も夜は人通りがまばらで、火が消えたような街になっている、こんな話が交わされています。三つ目には漁師町の練り製品業者の状況です。昭和50年頃は漁師町には天ぷら、ちくわ、かまぼこの製造業者が立ち並んでいましたけれども、現在は10件に満たないようなそんな業者数となっています。ちくわ、かまぼこなどは宮津市の特産品と言われていますが、このままでは特産品が作れない状況になるのではないかと心配されています。今言いました3つの地域に特徴的に荒れている衰退した原因について、理事者はどのように分析しておられますか、伺います。本町商店街、新浜の飲食店街、漁師町の練り製品業者についてそれぞれ言っていただけますでしょうか。松崎産業経済部長。商店街、飲食店、事業者の減少につきましては、全国的な課題として人口減少や郊外への大規模小売店の出店が進み、購買機会が多様化したことなどが原因として挙げられています。また北部地域を見ましても、丹後地域の証券人口は平成17年と平成27年と比較しまして約1万4000人の減、率にしまして 12.9% の減となっており、経営環境を厳しくしている要因と考えております。さらに本町商店街、新浜の飲食店、連製品製造事業者のお声もお聞きする中で、減少の個別の要因としまして次のことが挙げられます。まず商店街につきましては、大規模小売店が市街周辺に立地したことや、最近ではインターネット販売などによる購買機会の多様化、次に飲食店につきましては
長引く景気の低迷や職場等で飲食の機会のが減少したこと、また連製品製造事業者につきましては食文化の変化や魚離れによる消費量の減少、すり身等の原料調達コストの高騰や設備のメンテナンス費の増高による経営環境の悪化、加えて夜から朝にかけての労働環境であり、後継者等が継承を選択されないケースがあることなどであります。いずれにしましても厳しい経営環境下において競争が激化する中、いかに魅力ある商品作りや商店作りをしていくかが重要なことだと考えております。福井康さん。宮津市は経済の活性化と定住促進に結びつく空き店舗を活用した企業支援制度を設けておりますけれども、この制度を若者が活用しやすいようにような内容に改善すべきだと私は思っています。今言われましたようにですね、この宮津市内のものづくりの力をどう作るかというのは非常に大事な点で、ここをどのように強化するというのが大事だというふうに思うわけですけれども、その中で若者が、とりわけ若者がこの宮津市で起業してもらえるというこの点にしっかり力を注いでいくことが重要だというふうに考えています。多くの若者は低賃金で本当に預金も持っていないというのが現状であります。現在市の制度ではこの空き家を活用した企業の支援制度、店舗改修に、支援制度で店舗改修には、限度額100万円で必要経費の2分の1となっております。また運営資金については150万円を限度とし、その2分の1を補助するという制度がありますが、この金額がどういう根拠でこの設定されたのか、決められたのか、その根拠について伺います。松崎産業経済部長。魅力ある商いのまちづくり支援事業補助金についてご質問をいただきました。この魅力ある商いのまちづくり支援事業補助金の補助率であり、また限度額についてつきましては、まずその補助率については、当該補助金を活用し整備される備品等はその事業者の資産形成につながることから、自己負担と支援のバランスを考慮し補助率を2分の1としております。また限度額につきましては、改修費運営費のいずれも実績や利用者の声を勘案し設定をしているものでございます。以上でございます。福井康樹さん。今実績と言われましたけれども、具体的にその中身っていうのはどんなもんでしょうか。松崎産業経済部長。例えば新たにこの創業されたときに、どうしても店舗の改修が必要になってまいります。でこの店舗の改修ではやはり事業費が100万以上かかっておるケースがあるということで、それを見て限度額を100万という設定をさせていただいておるということでございます。以上でございます。はい、福井康樹さん。若者の置かれている状況については非常に厳しい状況がありまして、ワーキングプアと言われていますようにですね、働いても豊かになれないと、年収200万円以下の人が1000万円を超えているというふうに言われていますけれども、そのうち若者の2人に1人はこの貧困層200万円以下というふうになっています。
まあ、そういう点でですね、若者がこの宮津市にで起業しやすいように、このどういう制度を作っていくか、しやすいような制度にどう作るかということが非常に大事だというふうに思うわけですけれども、お隣の伊根町ではですね、伊根町に在住して開業しようとする人に、まあ、これはあの若者に限定はしておりませんけれども、毎月10万円を2年間補助するという制度を作っております。この制度は、工場の改修とか、あるいは店舗の改修、また運転資金とか、そういうことを限定せずに、営業に関して使う内容であれば対象とするということで、毎月10万円を2年間240万円補助するというふうになっております。まあ、そういう点で非常に使いやすい制度になっております。また若い人がこの地域で就業していく場合に、まあ、新規就農給付制度があります。これについては、まあ、45歳までなんですけれども、年150万円を2年間給付するというふうになってますね。で、金額で言いますと、300万円というのを支給するということになるわけです。だから新しく起業する場合に、まあ、言うならば非常に大きなやっぱり力を注がなければならないと、また期間も歩いているということからしてですね、まあ、そういう状況に応えるような制度にするべきではないかというふうに思っています。まあ、そういう点で今見ましたような伊根町も例に出しました。あるいは、その就農の若者に対する支援制度があります。まあ、そういう点から、まあ、例に挙げたわけですけれども、そういうような使いやすいような制度をですね、宮津市を作ってはどうかというふうに思います。若者がこの地域で起業するというのは非常に、まあ、将来を見据えた上でですね、大事だというふうに思うわけですけれども、その点どうでしょうか。伺います。正木産業経済部長。議員お触れの伊根町の制度をはじめ、利用にかかる支援制度は各市町によってそれぞれ異なっており、各市町の特色を踏まえた支援が実施されているものと考えております。この中で、まあ、本市の魅力ある秋内のまちづくり支援事業補助金につきましては、まあ、改修費に加えて宿泊、飲食、小売などの観光消費の拡大が見込める企業については運営費も支援し、改修費および運営費両方、まあ、支援することにより、まあ、企業にかかる費用負担を軽減していく特色を出した支援制度としております。利用者の方々からは当該支援制度について一定の評価をいただいており、現行の支援制度を継続して若者等の支援をしてまいりたいというふうに考えております。以上でございます。福井康樹さん。先ほど言いましたように、若者の置かれている厳しい状況というのを言いました。それでですね、宮津市の支援制度が限度額、回収で100万ということと、でその必要資金、実際に使った資金の2分の1ということは、手持ち資金を出さなければならないということですね。まあ、そういう点でいうと、まあ、伊根町はそういう意味では非常にその点が手厚いということですし、もう一つは、農業に従事する若者が従事する支援制度についても非常に大きな支援制度があると、内容の充実したというのがありますが、やっぱりそこのところですね、まあ、その地域自治体によって 特徴があるというふうに言われましたけど、私が言ってるのは若者の現状に見合ったですね、それに応える受け入れ体制、そういう制度
を設けるべきだというふうに考えるわけです。まあ、そういう点で、そこの前向きなですね、将来、そういうのを将来にか、今の制度を改善するべきだというふうに考えますが、どうでしょうか。正木産業経済部長。宮津市の今のこの魅力ある秋内のまちづくり支援事業補助金につきましては、観光消費額につながるようなその今申し上げた宿泊飲食小売事業などについては、まあ、運営費も補助をしていくということで、回収費に限度額100万、それから運営費に限度額150ということで、合わせて初年度に250万円の、まあ、支援が最大でできるということでございまして、企業の場合初年度 その費用負担というのが非常に大きいというふうに思っております。でこういう中で行ってこの最大250万円の支援をして、経営の安定化につなげていただくという制度に今しておるものでございます。で伊根町の場合その、まあ、例に挙げられましたので、まあ10万円かける24かけるで、まあ、240万ということでございますが、まあ、これが、まあ、言い方では、まあ、薄くこう長くという形で、宮津市は、初年度にかかる経費に最大250という形で、事業者の攻撃の中ではこの初年度に、大きくこう支援してもらうのが、まあ、助かるというような声もお聞きしておるというところでございますので、現行の支援制度をまずは、維持し、企業支援をしっかりしてまいりたいというふうに考えております。なおこの秋内のまちづくり支援事業につきましては、例えば28年に回収費を50万から100万に限度額を上げさせていただいております。それは先ほども質問ございましたが、実績とかそれから利用者のお声も聞く中で、やっぱり最初の回収費に支援がしてほしいというようなお声も聞いて、見直しもさせていただいたということで、まあ、今後いろんなニーズが出てくる中では、そこは柔軟な対応をして見直しも図っていきたいというふうに考えております。以上でございます。福井康樹さん。まあ、開業する場合に、まあ、一般的には自己資金をいくらか、まあ、少なくとも3分の1ぐらい用意してするというのが普通なんですね。まあ、金融間の関係でもやっぱり自己資金を何本持っているかというのが問われるわけです。まあ、それは、まあ、それがまあ普通なんですけどね、だけども若者をとりわけこの厳しい状況の中で迎え入れるという点で言えば、現状から見て、そういうところがもっと手厚くやるべきだというふうに思います。そういう点で市長どうでしょうか。今 の部長が答弁してまいりましたけれども、市長の考えをお聞かせいただけますか。よいしょ。まあ、部長がお答えした通りでございます。はい、福井康樹さん、挙手を持って。ああ、福井康樹さん、えらい熱意がないような答弁だというふうに、まあ、感じました。次にですね、業者2世が営業を受け継ぎやすい、環境づくりについてあります。宮津市で現在営業している方で営業を受け継ぐ見通しを持っている事業者が、まあ、どれだけあるかという問題です。D 社は宮津市で営業を受け継ぐ見通しのある業者数がいくらあるのか、掴んでおられますか、伺います。松崎産業経済部長。まあ、後継者の見通しということでご質問いただきました。各商店街と、まあ、意見交換を行う中で、まあ、後継者があると、まあ、お答えになっている事業者は
おおむね3割程度というふうに認識しております。以上でございます。福井康さん。はい、営業2世が引き継ぐ場合に、まあ、これも資金的な問題というのが出てくるわけです。まあ、業者が営業を継ぐという時にはですね、一定の期間がやっぱりかかっているという点で、設備のやっぱ更新がや、あるいは店舗の改修が必要になってくる、そういう時期なんですね。まあ、そういう時にこの資金が問題になってくるということになります。後継者のがいない場合はもうそこで廃業する場合が多いわけですね。まあ、そういう点でこの業者2世がこの営業を引き継ぐ場合に、こういうこの時に引き継ぎやすいような制度が必要ではないかというふうにおります、思います。また2世でなくとも若者が宮津でその営業を続けてきた業者、この営業を引き継ごうというふうに希望した場合にですね、この宮津市が支援する制度を設けてはどうかというふうに思います。まあ、これが定住促進にも結びつくわけですから、こういった制度を作ってはどうかというふうに思いますが、いかがでしょうか。正木産業経済部長。事業継承への支援についてのご質問でございました。事業継承にかかります支援につきましては、国府の補助制度や制度融資があることから、まずは今やってられる事業者へこの個別経営相談を実施している商工会議所と連携し、制度周知を図ってまいりたいというふうに考えております。その上で、商工会議所の意見もお聞きしながら、必要であれば支援制度を検討してまいりたいというふうに考えております。以上でございます。福井康樹さん。次に宮津市が、まあ、業者の実態調査を継続的に行うこと、まあ、このことを提案したいというふうに思うわけですけれども、まあ、宮津市は町人仕事創生総合戦略の策定のために、宮津市地域産業連環表というのを作っております。まあ、この連環表では宮津は観光消費額が大きくですね、まあ、観光を中心としたまちづくりの重要性が言われております。まあ、この関連表は大変まあ良い資料で参考になるというふうに考えておるわけですけれども、同時にですね、業者の実態調査、実態を直接聞く、そしてまた業者の要求、どんな要求を持っておられるのかと、こういうようなことを宮津市がつかむ必要があるのではないかと、定期的に現場の実態を、業者の実態をつかみですね、そしてこの地元業者の要求に応えた宮津の経済を発展させていく、こういうことが必要だというふうに思っております。まあ、そういう点で定期的な業者の実態調査をする必要があるというふうに思うわけですけれども、そういう調査をぜひこのすべきだということを提案したいと思いますが、いかがでしょうか。増崎産業経済部長。実態調査についてでございます。事業者への、個別に相談、経営相談を実施している商工会議所や地域の業種ごとの景況等を調査している金融機関等と情報共有を図り、引き続き実態の把握に努めてまいりたいというふうに考えております。福井康樹さん。まあこの実態調査にこの市の職員がですね、直接訪問するということは、まあ、職員自身が業者の置かれているこの状況をしっかりつかみ、また要求をつかみ、
職員と一体になってこの宮津市の経済を支えていくという取り組みを進めると、こういうふうに思うわけです。そういう点で、この点のいわゆるその業者と宮津市が一体となったこのまちづくりというものを進めていく上で、この実態調査をぜひですね、進めてほしいなということを改めて、言っておきたいというふうに思います。もう一度そのそういうことで、お願いしたいというふうに思います。2つ目にですね、防災行政無線が聞こえないという声が多くの市民から聞かれますが、この声にどう理事者が答えようとしているか、解決しようとしているかという点を伺いたいと思います。森口総務部長。防災行政無線のお尋ねです。この防災行政無線は緊急時等に住民へ一斉に通報することができるシステムというものであります。本市においては親局と中継局、そして108箇所の屋外拡声庫局、いわゆる屋外スピーカーでございますが、これを設置いたしております。また加えて120台の個別受信機、これも配備をしておるという状況でございます。議員からはこの屋外スピーカーがの音声が聞き取りにくいというご指摘をいただきました。これにつきましては全国的にも課題だというふうにされておりまして、本市においても防災に関わる出前講座でありましたり、あるいは訓練放送等の後、あるいは先立っての台風の際での放送、こういった時にやはり聞き取りにくい、聞こえない等の苦情もお聞きしておるということでございます。ではこの課題をどう対応していくかというご質問でございます。これについては一つは工夫をさせていただいておることと、あるいは別の伝達手段というんですか、いう方法を、その2つの手法を取り入れておるということでございます。で、今申し上げました工夫というところなんですが、その聞き取りにくいということに対する対応といたしまして、いわゆるその声の高さを少し気をつけていくと、あるいは間の取り方などに注意をして、ゆっくりしゃべると、こういった工夫をさせていただいているということでございます。から、聞き取りにくいということですので、その他の手段もということを考えております。これについては6点ほど他の媒体を使って伝達をしていきたいというふうに思っておりまして、今現在させていただいているということでございます。一つには携帯電話あるいはスマートフォンに配信する防災メール、これは登録していただいている方にということになりますが、この防災メールを活用しておるということです。それから緊急速報メール、エリアメールというものですけれども、これについても活用し始めておるということであります。それからテレビと連携したテレビテレポへの掲示というものもやらせていただいております。また個人宅への固定電話へ その自動音声による家電というものもさせていただいております。あるいはファックス送信、こういったこともさせていただいておるということであります。それから5点目といたしましては、問い合わせ用の防災ダイヤルの開設というものもいたしております。今何か放送があったけどどういうことだったんだろうということで、電話をかけていただいたら自動音声で内容をお伝えするというものでございます。それからヤフー情報サイトへの掲示、こういったこともやらせていただいておるということで、以上工夫させていただいている点を1点と、他の媒体でお伝えする手段6点ということでございます。福井康樹さん。先ほど言いましたように非常にそういう聞こえないという苦情が多く寄せられておりますけれども、現場のそのに行ってですね、その現場の人たちの声とか調査とかいうのはされたんでしょうか。伺いたいと思います。森口総務部長。現地での調査ということだと思います。このことに関しましては具体的にその現地に、全て貼り付けて、調査をしておると、こういったことはしてございません。実施しておる、調査という意味で言いますと、市民の皆さんから聞かせていただく声でありましたり、あるいはうちの市の職員が
配置いたしておりますその避難所、こういったところで その音声の聞き取り状況、まあ、こういったことで、まあ、調査ということでさせていただいております。具体的な調査というところまでには至っていないんですが、こういった情報提供なりに努めておるというところでございます。はい、福井康樹さん。まあ、私も防災無線がこの流されたときに、まあ、ドアを開けてですね、窓を開けて聞くんですけども、全く聞こえないと。特にその風が強かったり大雨であったり、その重なった時なんかは全く何言ってるか分からないというのがあります。まあ、防災無線ですからやっぱりそれなりそれの効果があるようなやっぱりそう効果いうのか、要するに市民にしっかりそれが伝わるような対策が必要だと思うんですね。ですからまあいろいろ今言われましたような手立ては打っているというふうに聞きましたが、個別、防災行政無線個別受信機というのが、まあ、先ほども言われましたけれども、これは無線がその伝わらないところに、まあ、置いているとつけているというふうに、まあ、聞いたわけですけれども、まあ、ここの家であってもですね、お年寄りとかあるいは障害を持った方とか、まあ、そういう方で希望されるような方はですね、この防災行政無線個別受信機、これをつけるというふうに、すべきではないかというふうに思いますけれども、いかがですか。森口総務部長。まず最初に個別受信機を配備しておるところについて少し説明させていただきたいと思います。現在ちょっと議員もお触れになられましたけど、現在のところは住家の戸数が少なくて、また点在しているというような地域、まあ、20ほどあるんですけれども、この地域にまず配備しておるということです。それから土砂災害警戒区域でありましたり、浸水想定区域内の障害施設あるいは高齢者施設、まあ、こういった12の施設に配備させていただいているということでございまして、冒頭申し上げましたように合計で120個の個別受信機を配備対応しているということでございます。で、議員からは、まあ、希望があればこの個別受信機をまあ配備というか対応するべきではないかということでございました。これについてはちょっと先ほども答弁させていただきましたとおり、情報伝達の有効な手段の一つというふうには思っておるんですけれども、まずは今申し上げましたように固定電話でありますとかファックス等の登録者を増やしていって迅速で確実な情報伝達、これを実施していきたいとこのように思っております。福井康樹さん。今言われましたファックスとかね、そういう点も言われましたけども、まあそういうファックスを設置していないというお家もあると思うんですね。ですから、まあ、そういうところについてはですね、まあ、それで対応できるところはいいですけども、まあ、そうでないようなところについて、またそういう希望されるところについてはですね、ぜひこれをつけていただくように要望したいと思います。以上で私の質問を終わります。どうもありがとうございました。